恋だよ花うたげ春うたげ桜酒あふれ出すおっとすいません、夢中になってました。はい、どうもこんにちは。この動画では Adobe After Effects を使って作ったストップモーション動画の作り方をご紹介します。ということで今回のアクションステップはこちら。一応この歌詞動画の作り方は限定公開でライブ配信してたので、興味がある人は見てみてください。ストップモーションを実際に撮影すると何度もカメラをパシャパシャしてハーミットパープルを持つジョセフにとっては大きな出費かもしれませんが、アフターエフェクツを使えば普通の動きですらストップモーション化できますので、実際に今回のやり方を真似してみてください。ということで早速本編を見ていきましょう。アクション。まずストップモーションを作るやり方にはいくつか方法があります。まずは初級編として、このようにジョスター家の証である星のあざが転がっていく、このようなアニメーションがあった時にこれをストップモーションのような動きにしていきます。一番簡単な方法はコマンド K を押してコンポジションの設定のところからフレームレートを下げることでストップモーションっぽく見せることができます。さあ、これでカクカクした動きができますね。当然この数値は下げるほどよりカクカクした動きになります。これが一つ目の方法、フレームレートを下げるやつです。ただしこの方法には注意点があって、例えば新しくコンポジションを作成して、このコンポジションの FPS の数値が24フレームだとします。そしてここにさっきの8フレームのコンポジションを入れても24フレームとしてレンダリングされてしまいます。ということで、またまたコンポジションの設定を開いておいてから、コードというメニューを開いておいてから、ここのフレームレートを保持という項目にチェックを入れておきます。するとコンポジションのフレームレートが保持されますので、カクカクした動きをこの中でも保つことができます。ジョスター家の血はよく馴染むということでしょう。では次に2つ目の方法です。今回私が使ったストップモーションアニメーションではこの方法をよく使いました。やり方は非常に簡単で、コマンドシフト Y でまずは調整レイヤーを作り上げます。名前はポスタライズタイム、日本語名はポスタリゼーション時間ということで、エフェクトからその名の通りポスタリゼーション時間というものを提供してみます。するとここにフレームレートを設定できるメニューが出てくるので、ここでフレームレートを8にしてあげます。さあ、これでカクカクとしたストップモーションが出来上がりなのです。8フレームよりも12フレームの方がちょっと質の良いストップモーションになりますね。ここでいろいろと数値を変えて試してみてください。さあ、という基本的なところを学んだところで早速実践といきましょうぜ。ここからは中級編です。コンポジションを作って名前はストップモーション、フレームレートは24で作ります。そしたらハンティングをして素材集めをしていきましょう。今回のフィールドはピクサベイ、ピクセルズ、アンスプラッシュなどの著作権フリー画像サイトで、まずは好きな画像をハンティングしていきます。とりあえずテーブルと書いておいて、テーブルの素材を探していきましょう。ここで上から撮影したテーブルを探していきます。そうしたら今度はスマホをストップモーションで動かしていきたいので、スマホを検索します。この時に画質がテーブルのやつと似ているものを選ぶことで、合成した時に自然に見えるようになります。今回はこれを使いましょう。コーヒーカップにコーヒー豆が入ってます。コーヒー入れてと言ってこれが出てきたら、うわ、うちの嫁まだ怒ってるやんと思っちゃいそうですね。一体何をしたのでしょうか。さあ、ということでアフターエフェクト画面にこのテーブルとスマホをいい感じのサイズで挿入していきます。そしたらこのスマホをくり抜いていきます。シェイプツールのところで角丸長方形ツールを選択しておいて、これをダブルクリックします。角丸この、すると全体に角丸が広がります。そしてシェイプレイヤーを開いて、この中にある長方形を開いて、ここで長方形パスを開きます。するとここでサイズを調整することができますので、これを動かしてスマホに合わせてシェイプの形を合わせていきましょう。合わせたら塗りの色をホワイトにします。これで準備は OK。 写真のトラックマットのところでルミナンスのマットを選択しましょう。ルミナンスのマットは明るい部分だけマッピングする機能です。デイモンのマットはオーシャンズイレブンの俳優です。そしたらこの2つのレイヤーはコマンドシフト C でプリコンポーズをしておきましょう。名前はフォン、フォンフォフォン。これを開くと寂しそうなスマホがありますので、この目標範囲の選択を使ってスマホの周りを選択していきましょう。このように選択していったら、上のコンポジションからコンポジションを目標範囲にクロップ
という項目を選択しておいてトリミングしていきます。さあ、これでコンパクトになりました。そうしたらこのスマホのサイズを調整していって、これを今から動かしていきます。とはいえこのままだと写真が浮いている感じがありますので、エフェクトのところからドロップシャドウを探し出してこいつを提供していきます。そしたら嫁のコーヒーの影とかを参考にしていきながら、ここで影の方向やぼかし、それから影の濃さとかを調整していきましょう。色なんかもカラーピッカーを使って合わせていくことによってリアリティが増します。さあ、するとスマホがテーブルの上にあるリアリティが増したのではないでしょうか。そしたら2秒のところでこの位置にスマホが来るように位置のキーフレームをオン。そして0秒のところで画面の下に退場させましょう。運動会の練習と同じく、これからこのスマホをこのように入場させていきます。非常にシンプルな動きです。アニメーションとしてはスマホが入場してきて、全体止まれ1、2、そして1回転くるりんぱをしておいてからまた退場していきます。はい、とてもシンプルな動きでございます。まあこれくらいの動きの方がわかりやすいでしょう。これだけでもなんとなくストップモーションっぽいですね。これをコマンド K を押して、先ほどと同様フレームレートを12とかに下げてみましょう。さあ、これでかなりストップモーションに近づきました。一応これらのキーフレームはすべて選択しておいて、 F9 の Easy Ease を適用して動きに緩急をつけていきます。はい、これでいい感じのループ動画の完成です。もちろんここまででストップモーションとしてもいいですが、これから上級者向けとしてかなり細かくストップモーションの設定をしていきます。まずここで見てみると、回転している時にスマホの影も一緒に回転するようになっております。ということで、スマホが回転しても影が回転しないようにしていきます。ということで、このドロップシャドウのメニューを開いておいてから、この方向のところをオルトクリックを押してエクスプレッションのメニューを開いておきます。ここで value-transform.rotation:// と記載しておきましょう。これをすることで、トランスフォームの中の回転に合わせて影の方向をその都度変更してくれるようになります。これで影の方向が変わりませんので、リアリティレベルが上がりました。ちなみにこの状態で回転を変更することもできます。そうしたら続いてですが、ストップモーションは手作業で一つ一つ動かしていきますので、その時のブレを作っていきましょうか。ということで、位置の項目を表示しておいて、これまたオルトキーを押してエクスプレッションを追加します。今回はウィグルのエクスプレッションで揺らしていきましょう。括弧の中の左は1秒間に揺らす回数、つまり頻度、そして右側が揺れの度合いです。最後にセミコロンをコロンコロン。さあ、これで見てみると若干揺れております。わかりやすく、例えば頻度を10倍にしてみると揺れる回数が多くなります。どんだけ着信になってんだよって感じですね。じゃあ今度は揺れの度合いを10倍にしてみます。すると揺れる範囲が大きくなります。ハンドパワーで動かしているかのようです。ということで、この2つのちょうどいいところを見極めながら調整していきましょう。静止しているところだと揺れの感じがわかりやすいですね。ただし、この揺れのエクスプレッションには弱点があって、それがキーフレームとは違って止めたり始めたりすることができないということです。ということで、次はこのウィグルのエクスプレッションをキーフレームとしてコントロールする方法をご紹介します。ということで、エフェクトからエクスプレッション制御のスライダー制御というのを選んで、これを適用します。これはただのスライダーの数値で、このままだと特に意味はありません。ということで、これをエクスプレッションにて制御、つまりコントロールしていきます。ということで、先ほどのエクスプレッションのところで、上のところに var flick イコールと書いておきます。この var っていうのは variable、 つまり変数ですね。 flick は frequency、 つまり頻度なので、 wiggle の左側の数値を制御します。ということで、この一つ目のスライダーの名前を wiggle flick という風にしておきましょう。そしたらこれを複製しておいて、名前を wiggle amp、 つまり amp はアンパンマンではなく amplitude、 振幅という意味なので、振動の度合いを制御することができます。そしたら先ほどの1行のイコールの後ろのところで、渦巻きウィップを引っ張っておいてから、スライダーのフリックのところへと持っていって、ここでスライダー制御の数値と対応させておきます。そしたら2行目ではアンプリチュードのところに対応させるべく、同じように var 変数のアンプでイコールをしておいてから、渦巻きを引っ張ってこの後ろに持っていきます。そしたらこれでさっき調整したウィグルの括弧の中の左をフリックに、
そして右側をアンプにしておいて、それぞれスライダーでこの2つを調整できるように記載しておきましょう。さあ、今はこれで0ですが、ここでスライダーの数値をさっきと同じく頻度を2、そして振幅を10にすることによって、先ほどと同様にこの数値が適用されてスマホがブルブル震えます。もしくは寒いのかもしれません。ここのスライダーの数値を上げることによって、簡単に数値をスライダーで制御することができるのです。ということでこれを使ってキーフレームでウイグルを制御していきましょう。スマホが静止したところではブルブルしてほしくないわけなので、このスマホが止まっている前後でキーフレームを打っておきます。そして静止しているところでそれぞれ数値が0になるキーフレームを打っておいて、これで静止している時には両方とも動かなくすることによってこれで OK。 さあ、これでスマホがやってきてピタッと止まる、このような設定を作ることができました。いい感じですね。さあ、それでは最後にここに光もまたストップモーション風にしていきましょうか。ストップモーションを撮影すると画面全体がチカチカしていますので、その感じを表現していきます。ということでコマンド Alt Y で調整レイヤーを作っておいて、名前をフリッカー、チカチカという意味ですが、これで準備をしていきます。そしたらエフェクトからエクスポージャー、日本語で露出度、露光量という意味ですが、これで設定をしていきます。これもここまでやってきたらわかると思いますが、これで露光量を調整できますので、これもウィグルでチカチカさせていきましょう。エクスポージャーのところをオルトクリックでエクスプレッション、そしてコードを記載するところでウィグルの括弧の中に4と 0.1 という風に記載しておきましょう。さあ、すると若干画面全体の光がチカチカして写真撮影を何回もやったかのように表現することが可能となります。とまあ、ここまでやればかなりいい感じのストップモーションがコンピューター上で作ることができますので、ぜひとも真似してみてはいかがでしょうか。さあ、ということで今回の動画は以上です。よろしければあなたの作ったストップモーション動画を私をタグ付けして公開してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。